2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となってます。ちょっと11連敗ぐらいしまして、大ミスをしました。でですね、シグナルの方はほぼいいんですけども1回投資だけだと1日1個ぐらい勝ち越すんじゃないかと20回ぐらい投資してね、総合的に1回分ぐらいの利益が取れるような、まあ10回かな、10回ぐらいシグナルが1日来て1回ぐらいねちょっと勝ち越すかなと、または1週間に1回ぐらいかなというような感じですね。今1個ずつ投資させまして、たくさん打つのをやめました。こうですね、今6280円1個ずつ投資でねやってます。でここに出てるインジケーターで投資してます。で CHFJPY1 分足で見てまして 67.2% 64個ですね。これ30日間ですね、ライン数が30日間だと思ったんですね。43,200ラインですね。分ですね。43,200分前から分析してます。で、勝率が 19.4%。次、ユーロ JPY が 72.4%。ここに、まあ、1、2、3、4、5、6、7つ出てます。白文字で表示されてるのね。これだけでは他の通貨国は見つかってません、シグナルがね。ということでね、まあなんとかきついところ抜けるかもしれません。年金もらないでね、来年いけるかもしれません。今のところマイナス1万11回負けたんですけどね、ライブでね。まあデモに変えました。デモで6280円だから1280円の利益ですね。やっぱり1個ずつ投資じゃないと勝てないみたいですね。今んとここう感じですね。さあ勝率 65% 以上の分析データなんでね、それでもね勝てればね、1日1回分ぐらい勝てればね、10回投資って1回分ぐらい多く稼げればね、利益でね、それは週に4回ぐらいやって4000円でしょ。で、4000円だから、ね、4000円ぐらい週利益取れれば、5、4、22万円ですからね、月ね。そうするとね、私が生きていけるということですね。で、まあ、2万というか、ね、2番ずつ打てば8000円でね、シェア 32,000円ですからね。また稼げるようになればいいわけですからね、少しでもね。ということですね。ちょっともやし茹でてて今ストップしたんで時報が鳴ってました。ちょっとか焼きそばをね食べようと思ってもやしを出してたんですね。そんなことでね、なんとか切り抜けられるかもしれないですね。年金もらわないでいられるかもしれませんね。まだ伸ばしておいてね、年金少ないからね、規定の時間に役所は年金出さないよなんて攻めてきてますけど、人間全員のね攻撃が多いんですよ、私の場合はね。でこんな具合でね、さあいけるかな、次回をジェット機買えるかなということにまた変わってきましたよ。
この勝率ちょっと一本勝ったんでね、今日顔色は変わってきましたけどね。教えないと教えないからとかいうのはこれ妨害だからね。私の銀行の暗証ナンバーを教えるのと同じですからね。戦略方法をね、ここに勝率出てますでしょ、ね、このように私の戦略方法は分かりませんけれど書いてないんでね。勝率と投資数とね、平均利益ピップ数が出てるわけですね。これが私の戦略方法ですね。このテクニカル分析とか、どんなことでこういうシグナル出てるかわからないわけですね。これはみんな同じでね、各自で戦略作って自分の戦略の勝率を出すわけですね。で、私の投資の戦略ではこういうふうに 67.2% で64回勝率 19.4 ピップスであるということですね。左上ではね、CHFGPOA ね、そういうことですね。非常にね、健康管理上にちょうどビデオに撮ったり、こういう撮影する仕事と YouTuber の仕事というのはちょうど体を動かさないとね、体がね消耗していくんで、もう還暦なんで、還暦越しちゃったんでね、大事なことでね、ちょうどいい健康運動なんですね、 YouTube の録画の仕事はね。ということですね。まあ気をつけないといけないのは、人間のよりか頭のいいというか敵、また宇宙生物の敵がね、人間動かすからね、人間よりか多いんで、上の生物なんでね、人間よりか上の生物なんで、宇宙生物の敵の妨害の方が多いんで、人間なるべく動かされないようにしてもらわないとね、危なくてしょうがないからね。